バウル、お前結局3回もリゾットとやらおかわりしてたな。結構食ったね。そんなにうまかったか？よく考えれば食べ物に罪はありませんので。お口に合ってよかったです。うん、それにしてもです。ああ、銀のフクロウの連中が随分と頻繁に風なき渓谷からこちら側へやってくるようになったな。我が物顔で茨の国の土地を荒らしおって、卑しい盗掘者どもめ。100年ほど前、雷光岬にたどり着いたのは小さな帆船一隻だが、奴らは瞬きの間に数を増やし、この国に住む妖精を上回った。すげえ増えたな。今じゃ風なき渓谷から東はすっかり奴らの住処だ。人間め、こんなことなら最初に追い出しておけば。女王陛下も当時はこれほど手を焼くことになると思っていなかったんだろうよ。自然や動物たちを敬い、つつましく暮らすってんなら捨ておくところだが、これ以上あちこちの山や森を掘り返されちゃたまらねえ。なるほどね、支持のためにいろんなとこ行ったってことか。急いでマレノア様の書状を東の砦まで届けねえとな。マレノア様、誰なんだぞそれ。貴様、マレノア様をご存じないのか。かのお方は若様の。マレノア様はこの茨の国の姫君であらせられる。小僧の言う通りだ。現女王マレフィシア様の一人娘であり、俺たちの主であり、野原城の城主でもある。うーん、母ちゃんね。じゃあ角太郎の野原城。ママ太郎ね。竜の都にある王城、国林城ではなく茨の国の南に広がる湿地、緑ヶ原。その中央で、サンゴの海や風なき渓谷の向こうからやってくる不届き者に睨みを聞かせている城塞、それが野原城だ。野原城めちゃめちゃ攻めやすそうだな。マレノア様は我らこの得体を指揮するこの国の守りの要でもある。我ら王宮この得体はマレノア様から銀のフクロウへの要求書を届ける使節団として今日野原城から出立したところだ。要求書というと？決まっているだろう。我らの国での銀のフクロウによる無礼な振る舞いを即刻やめよとの最後通帳だ。魔法で飛べばすぐに奴らの砦までたどり着けるんだから。確かにそうだよな。なんで歩いてんの？飛行術を使わないことに何か理由が？俺たち以前に書状を持って東の砦へ向かった使節団が次々行方不明になっている。あらあら。俺たちの仕事は書状を届けること、次に目的地までの道すがら行方不明者を捜索すること、そして妖精に無断で採掘行為をする銀の袋を見つけて駆逐することってわけだ。多くない仕事？外交は本来貴族連中の仕事、なぜ右大将殿が押し付けられねばならないのです？くたくただろ。妖精は人間に比べて数が少ないからな。銀のフクロウが現れてから常に労力不足だ。まあそりゃ増えないだろうな。いや増えないのか。逆にさ、寿命が千年近くあるんだったらめっちゃ人数多いイメージなんだけど、そうでもないんだな。それに貴族連中は鉄の匂いを嗅いだだけでそっとしちまいそうな頼りにならんやつらばっかりと来た。マレノア様もその辺を考えて俺を選んだんだろうさ。でも魔力はあって寿命も千年あってって言って、なんでそんな増えねえんだろうな。それは俺たちはこれからこの暗夜の森を抜けて緑ヶ原を通り風なき渓谷へ向かう。風なき渓谷を抜け紅ヶ原と劉備岳で行方不明者の捜索を行いつつ、大陸の東端にある銀のフクロウの砦を目指すことになる。ちっちゃ。長旅になりそうですね。めっちゃ立地悪くない？津波来たらおしまいじゃない？おじけづいたか。なあ、ナイトレイブンカレッジの使者ども。
この俺に学校なんぞに通ってる暇があるように見えるか。骨を折って俺たちについてきても危ないばっかりでお前らにうまみは少ねえ。本当だよ。悪いことは言わねえからさっさとてめえらの学校に帰れ。いえ、こうしてお話を伺ったことでバンルージュ殿にナイトレイブンカレッジへご入学いただきたい気持ちがより一層強くなりました。はあ？確かに我々があなたに教えられる魔法は少ないでしょう。しかしきっとあなたにとって学園生活はかけがえのない思い出になるはずです。シルバー、シルバーだからこの任務を終えた時に改めてご招待します。まあ本当に海行ったりとか忘れてたからな。俺たちの母校ナイトレイブンカレッジに。この任務が終わったところで俺の考えは変わらねえだろうが、それでも俺たちにひっついてくるつもりか。はい。命の危険があってもか。はい。人間のことはよく知らんが、もしかしてナイトレイブンカレッジってのは人間の中でもかなり変なやつが集まってんじゃねえのか。世界、確かにかなり個性的なものは多いです。個性しかねえんだよな。出身地も種族も文化も多種多様だ。一人ぐらいなんか田中太郎みたいなやついてもいいよな。だからこそ毎日多くの学びがある。なんか上 T シャツで下ジーンズみたいな。手にしろ。もう俺は知らん。初期アバターみたいなやついてもいいんだけどな。ありがとうございます。武大将殿、何度も言いますが私は反対です。我が隊に人間を随行させるなど。もうバウルとセベクが喋るたびに一回俺抜けぞんのよ。おーって声が落ち着いて。飯炊きと荷物持ちくらいにはなるだろう。邪魔になったらその辺に放り出しゃいい。俺たちの責任じゃねえ。右大将殿がそうおっしゃるのであれば。俺は野原城のことが心配でたまらねえんだ。さっさと仕事を終えて戻れるなら妖精だろうと人間だろうと使えるものは何でも使うぜ。心配？俺がマレノア様を？心配なのは姫じゃねえ。野原城自体と俺の命だよ。俺の不在中、姫の感触で城が全壊してた。なんてことは避けたいからな。やっぱあの一族やべえだな。え？茨の国を治めているドラコニア一族は夜の眷属の頂点と謳われるドラゴンの末裔だ。お前らの国のお姫様は皆で守るべき麗しのお方かもしれねえが、うちの姫は俺たちが束になってかかっても歯が立たないほど強い。その上おてんばで喧嘩っ早くてわがままで癇癪持ちで、さらにとんでもない性悪ときた。おお、ヴィランだね。マレノア様はまさに茨の国最強の姫ってわけだ。もたもたしてたら脳天に雷を落とされるか、口から吹く炎で丸焼きにされる。言っとくが冗談じゃねえぞ。マジでやるんだ、あのお姫様は。う、大将殿、お言葉が過ぎます。そいつは失礼。これでもだいぶ真綿に包んだつもりだったんだが、大体なこっちは物心ついて以来300年もあのお姫様に振り回されてるんだぜ。マレノア様が城の中でおとなしく白竜に乗った王子様を待っているような姫なら、俺はこれほど苦労しなくて済んだろうよ。武大将殿。ま、あと 2,3 年は野原城でおとなしくしていてくれそうなことだけが救いだな。確かにそんな危ねえやつだったらもう喧嘩してそうだけどな。さすがの姫も大事な卵が帰るまでは無茶しねえだろ。あー、そうだろうか。卵？なんだ、急に大声出しやがって。ま、マレノア姫にはすでにお世継ぎが。ってことは大体500歳ぐらいなのか、角太郎って。いや、卵様は今どこに。卵様、ご両親と共に野原城にいらっしゃるのですか。貴様ら
なぜお世継ぎの卵がどこにあるかなど気にする。いや、卵焼きにしたら美味しいのかなって。怪しい。よもや卵を狙っているのではあるまいな。ってことはドラゴンの姿で子供を産むってことか。ありえません。我々はお世継ぎが誕生されていたことさえ知らなかったので。卵のありかなんか、この国じゃその辺を歩いてるガキだって知ってるだろ。ドラゴンの卵は親から愛情と魔力を注がれなければ帰らない。え、なんかちょっとメディヘンチック。その上この国で一番安全な場所といえばマレノア様の腕の中以外ね。知ったところでどうもできやしねえよ。しかし龍眼光の件もございます。よそ者は信用なりません。用心するに越したことはない。龍眼光レバーか。はい、か強そう。あいつが無事に戻ってきてりゃ俺たちが東の砦で組んだりまでお使いに行くこともなかったんだけどな。あの夫婦は子供の頃から俺に余計な仕事ばっかり増やしやがる。それは、はあ、空が知らんできやがった。俺はそろそろ寝るぜ。火は絶やすなよ。この辺りは銀のフクロウだけでなく獰猛な魔獣も出るからな。お前らもさっさと寝ろ。正午には東へ向けて立つ。なんか時々さ、俺何のゲームやってるのか分かんなかったんだよね。はゆっくりお休みください。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。おい人間ども、右大将殿はああおっしゃったが、私は貴様らを全く信用してはいないからな。前髪引っ張んぞ。妙な動きを見せたら即刻この魔石器で成敗してやる。よく覚えておけ。天幕は空いているものを探して勝手に使え。他の隊員の休息を邪魔するんじゃないぞ。ふっ。聞いたか、セベク。寝てない？聞いたとも。あ、教えた。若様がすでにお生まれになっているとは。はあ、一目でいいから拝見したい。限界オタクじゃねえか。若様の玉のようなお姿を。限界オタクじゃねえか。玉のような姿っていうか卵の姿なんだぞ。おかしい。ちょっと見たいけどね。おかしい。え？まあそりゃ人が卵から生まれるのはおかしいよ。先ほど親父殿は物心ついてから300年と言っていた。そして現実の親父殿は700歳。うん、つまり親父殿は400年ほど前の夢を見ているようだ。しかしお世継ぎの卵はあと 2,3 年で帰ると言っていた。うん、はそうか、確かにおかしいな。え、なんで？現実の若様のご年齢とかなりの食い違いがあるぞ。あ、実際の角太郎違うんだ。角太郎って今いくつなんだぞ？若様は今年で178歳を迎えられる。あー、なんか思ったより若いよな。もう178歳見て思ったより若いんだなっていう感想が出たからちょっとやばいけどね。じゃねえか。失礼な。長命なドラゴンにおいてはまだ非常にお若くていらっしゃるのだぞ。気づいたか監督生。そう、200年ほど時間が食い違っている。え、お兄ちゃんいるの？もさして。お兄ちゃんかお姉ちゃんじゃん。じゃ200年って食い違ってるってレベルじゃねえんだぞ。長命な妖精族は往々にして時間の流れに頓着がないとはいえ、さすがにズレが大きすぎるな。お前もそう思うか。マレウス様の誕生ほど重要な出来事ともなれば親父殿の記憶違いとも考えづらい。親父殿もマレウス様もあまり俺の前では昔の話をしなかったからな。実家の本棚や学園の図書館にはあまり茨の谷の歴史に関する書物はなかったし。なんか結構鎖国したんでしょ、だって茨の国って。セベ君、お前は何か知らないか。おじい様からはドラコニアご一族やリリア様をはじめとした英雄の武勇伝は多く伺ったが、マレノア様、
マレウス様のご両親がお隠れになったことに関しては多くを語らなかった。お隠れになったって何ですか。イバラの谷と君主への理解を深めるため様々な本を読んできたが、そのことに触れたものはほとんどない。それに現代では野原城のある緑ヶ原は茨の谷の領土の外だ。あ、そうなんだ。混乱の時代が長く続いていたというからな。へえ。一体何があったというんだ。え、じゃあ茨の谷の城って取られちゃうってこと、人間に。静止ならよ、マレウスの卵があるっていう野原城ってとこに行ってみりゃいいじゃねえか。あ、卵のままで帰らず200年後に帰ったってことなのかな。俺様たちが探してんのはマレウスの魔法を解く方法だろ。それか兄太郎か姉太郎だよな。あいつがいる場所になんか手がかりがあるかもしれねえんだぞ。俺様冴えてる。でも200年も卵放置ったら腐るよな。いや、それはできない。夢とは夢の持ち主が構築した不安定な精神世界だ。夢の持ち主から離れすぎればそこは行き止まりになっているか闇がはびこっていることが多い。ふな、じゃあ結局リディアたちについていくしかねってことか。うん、そうなるな。なんということだ。一目だけでも若様にお目にかかりたかった。東の砦に書状を届けた後、親父殿たちは野原城に帰城するだろう。はっ、ということは若様のお姿を拝見できる可能性が。もう変わってんじゃん、モテキ。ならば一刻も早く任務を終わらせねばなるまい。ああ、今は体を休めて明日に備えよう。ふん、お前に言われずとも分かっている。時にシルバー、お前今日は一度も居眠りをしなかったな。あ、確かに夢の中で寝ないんだ。普段は会話をしていようが鍛錬していようがすぐに船を漕ぐくせに。それがどうやら俺は夢の中だと、あの抗いがたい眠気に襲われることがないらしい。夢の中で言ったらわけわかんないもんね。はっ、夢の中の方がシャキッとしているなど笑わせる。お前の言う通りだ。現実でも常に眠気のない状態でいたいんだが。でも実際にこれ夢なわけでさ、ここから寝るの君たち。ああ、幼い頃からふとした瞬間に強い眠気に襲われることがあるんだ。俺様にもそれ分かるんだぞ。トレインの授業と昼飯の後に中庭のベンチに座るとすぐ寝ちまう。それ血糖値上がったけど。多分グリムの眠気と俺の眠気は少し性質が違うと思う。でも実際にそういう人いるらしいからな。なんか道路とか歩けないって言ってたもんな、そういう人って。俺突然寝ちゃうから。歩いていても誰かと話している途中でも、剣の鍛錬をしている時でも、唐突に眠くなる時があるんだ。まあ気絶みたいなもんだよな。え、剣の鍛錬の途中、夜通しゲームしてて寝不足だったとか。いや、夜の睡眠は十分取っている。原因は俺にもわからない。幼い頃から親父殿は何度も俺をあちこちの魔法医術師に見せてくれたが、どこに行っても原因不明とサジを投げられてしまって。この居眠り癖が治れば親父殿の憂いも一つ消えるだろう。普通に危ないからな。そういえばよ、シルバーはたまにリリアのことを親父殿って呼ぶけど、授業中に寝そうになってシャーペンの後ろがさ、おでこに刺さったことがあってさ。めちゃめちゃ危なかったからな、あれ。親父殿ってどういう意味なんだぞ。あだ名かなんかか。面白いっすよね。ああ、すまない、それはあだ名ではなくて。ん、じゃあ何なんだ。入学するときにリリア先輩から他の生徒の混乱を招くから内密にと言われていたが、お前たちになら明かしてもいいだろう。リリア先輩、親父殿は孤児だった俺を拾って育ててくれた。あの方は俺の父親なんだ。え、父親って。父親。あれ、これなんで俺知ってんだっけ。あれなんだっけ、なんかのストーリーで見たんだっけ。なんだっけな、忘れちゃったな。ネタバレビーム買ったんだっけ。
あれなんかコメントでネタバレビーム買ったか俺。あれ違うか、なんかストーリーで見たんだっけ、なんか父親の知ってたよな。あれ嘘前の関係、あれそうやって、あれなんで知ってんだ俺。混乱させてすまない。学園内では気をつけてリリア先輩と呼ぶようにしていたんだが、実家にいた頃の癖でつい親父殿と呼んでしまう。人間には馴染みがないだろうが、茨の谷では年若い見た目をした者が年長なことは珍しくないからな。もう俺もさ、この実況パート120ぐらい超えてるからさ、確かもうわけわかんないよね今。今ちょっとわかるもん、気持ちが角太郎の時の流れが早すぎるっていう感覚。もう序盤の話なんか覚えてないもん俺。なんで知ってんだ俺。僕の母も妖精で父より若く見えるが父よりも年上だ。でも確かに400年前のリリアと今のリリア、見た目は全然変わってねえよな。ああ、でも見た目は同じだが、俺の知っている親父殿とはかなり違う。ああ、ブイブイ言わせた頃の親父殿な。俺は本当に何も知らなかったんだな。そうだよ、17歳ってことは17年前だから全然後だもんな。はっ、騒がしくして申し訳ありません。もう寝ます。貴様らが騒ぐからこの衛兵の先輩に怒られてしまったではないか。僕たちは一刻も早く東の砦にたどり着き、野原城でマレウス様の玉のようなお姿を拝むという目的があるんだからな。ふん、そのお嬢様みたいなこれからやめろ。あと一番うるさいのお前だからな。体を休めて明日に備えよう。おやすみ。夢の中で寝れるんすかね。セベクのやつ、目的がいつの間にか変わってるんだぞ。はあ、本当にとんでもないことになっちまったな、子分。エースやデュースたちは今頃どんな夢見てるんだろうな。こいつ、夢の中でも寝てやがる。夢の中で夢は見るんだろうか。起きろ、監督生、グリム。寝て起きても夢の中って変な感じなんだぞ。よく眠れたか。川で顔を洗ってくるといい。すっきりする。雷鳴山脈の湧き水は年中通して冷たい。茨の谷がある大陸は賢者の島のはるか北にあるからな。うん、冬になれば山沿いはかなり雪が積もる。夢の中とはいえ今が冬でなくて助かった。そろそろこの絵体が東へ向け移動を開始するそうだ。さっさと身支度を済ませろ。気を引き締めていくぞ、セブク。誰に言っている。貴様こそ間抜けを晒すなよ。なんか戦地の中練り歩いたりとか、砂漠行進させられたりとか、結構大変なことしてるよな。よし、それじゃ出発するんだぞ。キャラクターが増えてる。よかった。さて、最短で東の砦を目指すなら北東の風なき渓谷を目指すべきだが。はい。劉備岳の麓や海沿いの集落周辺でも鉄の者の姿を見かけたという情報もあります。風なき渓谷を抜ける前に緑ヶ原全域を一度見回ってみるべきかもしれません。ったく、やつら追い払っても追い払っても湧いてきやがるな。我ら王宮近衛隊の名にかけてやつらをすべて風なき渓谷の向こうへ、いやサンゴの海の向こうまで追い払ってやりましょう。そう力むな。風なき渓谷の西側はまだ妖精の領域。本番はベニガハラに入ってからなんだからな。あ、ベニガハラ、これがマッスル紅のゆえんか。はっ、気を引き締めてまいります。だとしてマッスルは何なんだ。お前はなかなか見どころのあるやつだな。お褒めいただき光栄です。
なんかよかったね、馴染んでて。はい、これからも精進いたします。ありがとうございました。この調子で腕を磨けば城の近衛兵に取り立ててもらえるかもしれないか。現役の方々に評価していただけるとは。彼らの期待を裏切るわけにはいかない。何セビク、この時代でなんか職とか探してる。近衛兵となってドラコニアご一族にお仕えし、茨の国のため尽力する。うん、理想の将来設計だ。もうこの世界の方が合ってるよな。お前セベク危ない。はっ、僕は。ああなるほど、こうやって夢の中でどんどんいいなって気持ちになっていくと襲われるのか。セベク、これは夢だ。油断すればより深い眠りに引きずり込まれるぞ。なるほどね、こうやって幼稚よくしててどんどんと眠りが深くなっちゃうってことなんだ。貴様に戒められるとは。この屈辱すぐに晴らしてみせる。よし、すべて倒したぞ。何か言いたげだな。今回は僕に落ち度がある。文句があるなら言ってみろ。いや、もしかしたら俺もこのまま夢の中にいたいと願う瞬間が来るかもしれない。その時はお前が俺を正してくれるか。わざわざ頼まれずとも、僕は普段から貴様のふぬけた言動を諭している。ああそうだな、今後もその調子で頼む。ここは妖精族の集落のようだな。随分と荒れている。誰も住んでいないのか。いや、あそこに女性が立っているぞ。あ、珍しい、女だ。ひどい、畑がめちゃくちゃだわ。せっかくうちの人が耕したのに。うわ、女の妖精だ。あの人だけじゃなく思い出まで踏みにじるなんて、鉄の者たち絶対に許せない。もしかして泣いているのか。笑ってはないだろ。なんだい、偽物じゃないよ。あんたらのその丸い耳、鉄の者の仲間かい。いや、俺たちは。なんかもうヘッドホンとかする。俺たち、俺の連れだ。連中と一緒にしてやるな。あなたはウダイショウ殿。俺たちもなんかフードかなんか被ったらいいんじゃないか。どうか鉄の者たちを懲らしめてください。あいつらのせいで畑も私の家族も。俺がこいつを振るうのは、俺を拾ってくれたマレフィシア様、そしてマレノア様のため。あと火を起こすためな。あんたの気を晴らすためには震えない。勝手に気持ちを託されても困る。薪割るのに使うのにな。だがあいつらが気に入らないってのは同感だ。あんたに言われるまでもなくぶっ潰してやるさ。ありがとうございます、ありがとうございます。せめてものお礼です。この木の実をどうぞ。本当にせめてもだな。風なき渓谷が見えてきた。確か渓谷から東は鉄の者の領土でしたね。違う、決して奴らの領土ではない。この大陸は全て我々妖精のものである。奴らが勝手に住み着き、勝手に縄張りにしているだけだ。よく覚えておけ。失礼いたしました。声を落とせ。奴らの鉄火の音がする。ダブルでうるせえのよ。ああ、レイヤ様って可愛いよな。むさ苦しい砦に咲く一輪の花。お、女か。本当本当、あの変力教の妹っていうのが信じられないぜ。俺たちにも優しく声をかけてくれるし。でもよ、噂じゃ夜明けの騎士と恋仲らしいぜ。許せねえな。げっ、よりにもよってあいつかよ。勝ち目ねえ。ほう、最強と名高い夜明けの騎士に恋人がいるとは知らなかったな。あくまで噂だぞ。でもまあ悔しいけど、男から見てもかっこいいしな。あいつ髪の毛もサラサラで羨ましい。レイヤ様が惚れちゃうのもわからなくはない。そんな髪毛サラサラなんかポイントなのか。へえ、いつも兜に隠れてる夜明けの騎士の面、俺も一度拝んでみたいもんだな。確かにあいつあんまり兜取らないもんな。
意外にてっぺんハゲとんちゃう？どうせ楽しいおしゃべりはここまでだ。ものどもかかれ。ここすげえディズニーっぽいな。狭い岩の間を雷鳴山脈から吹き下ろす強い風が通り抜けてんだ、うん、歩くのも一苦労だな。この風がある限り投石や矢での攻撃はまず見当違いの方へ飛んでいっちゃう。魔法はその限りじゃないがな。要塞にとってこの渓谷は自然の要塞だ。へえ、魔法便利だな。え、マッドマックス？渓谷の先から何か巨大なものが来る。なんだあれは？岩のゴーレムか？いや違う。この鉄と油の匂いが。まさか火炎放射器が搭載された？総員構えろ。来るぞ。力と希望で戦うすべて。 FF みたいなボス。くたばれ鉄の化け物め。はそこ掘削機大破。なんて奴らだ。生身で鉄の掘削機を破壊してくるなんて。やっぱ魔法とか発達しない人間はこういう文化だったな。掘削機なしに勝てるわけがない。退却退却。うん、ここで見る限り明らかに妖精族の方が強そうだけどな。なんか人事どんどん減ってるっぽいもんな。未来だと。ってことはやっぱ茨城もなんか領地取られたっぽいし、茨城でなんか起こるんだろうな。なんなのだあの鉄のゴーレムは。この装甲車、ショベルカーのような装備がついている。鉄の者たちはこれを装甲掘削機と呼んでいたな。ということはおそらく土木作業用の機械だろう。ふむ、うん、そういや麓の町の工事現場で似たようなのを見たことある気がするんだぞ。土を掘り返すためのからくりということか。面用な奴ら、いつの間にこんなものを。ほんの20年前は木の隙で土を掘ってたってのに。ああ、だんだんとこういう文化レベルが上がってって、そういう兵器とかで押されるってことか。こんなので山を掘られたんじゃ、あっという間に雷鳴山脈が丸裸にされちまう。ひとまずマレノア様に報告しておく。伝令、ひとっ飛び行ってきてくれ。全身ひでえ鉄と油の匂いだ。水浴びしねえとやってられないな。うえ、渓谷を抜けたら小さな湖がある。今日はそこで野営としよう。ああ、食った食った。リリアのやつ、湖で捕まえたカエルを食おうとしてたからびっくりしたんだぞ。でも案外鶏肉の味するらしいよ。慌てて魚を捕まえてきて事なきを得たが。お前たち知らねえのか？あのカエルには毒がないんだぜ。いえ、毒とかそういう問題では。あの、おや、バンルージュ殿、少し質問をいいでしょうか？あ？何だ？鉄の者や近衛兵がたびたび口にするヘンリクや夜明けの騎士とは何者なんですか？確かに。ふん、奴らトス国ではさほど名を知られていないのか。ヘンリクは銀のフクロウの狩猟をやってる人間の男だ。強欲で下品で樽みたいにでかい。樽？奴はいつも東の砦でふんぞり返ってて滅多に出てこないが、昔一度だけ要求書を持って野原城に訪れたことがあった。直で？マレノア様は一切取り合わなかったんだがな。
茨の国を害する行為を繰り返しているくせに要求者だと、なんとずうずうしい。で、夜明けの騎士ってのは銀のフクロウの警備隊隊長だ。銀のフクロウは魔法石や金属を求めて危険な場所にも潜り込む。例えば俺たちみたいな族がはびこる風なき渓谷の西側や雷鳴山脈の魔獣の巣とかな。だから荒事専門の腕利き警備兵を雇ってるってわけだ。その中でも夜明けの騎士ってやつはべらぼうに強い。なんか名前されてんな。あなたが強いと言い切ると、夜明けの騎士って白い鎧に夜明けの光みてえな金の髪、この大陸の東端雷光岬にある砦を守ってる。そこからついた二つ名が夜明けの騎士。奴は剣の達人で、あいつに乗された仲間は数知れず。怖いもの知らずの夜の眷属も、白く輝く鎧と金の髪を見れば耳を伏せて逃げ出す始末だ。ガンダムだ。見てみたい。ヘンリクが野原城を訪れた時に一緒にいたから姿は見かけたが、鉄面をかぶってたから面は拝んでねえな。噂じゃとんでもない美形らしいぜ。昼の眷属に美しさを贈られたとか。はあ。へえ、金の髪で美しい顔か。ビルみてえな感じかもしれねえな。はあ、興味ねえな。美しさなど騎士に必要なのは強さのみ。そして強さに関して、この国で右大将リリア様の右に出る者がいるはずがない。当然だと言いたいところだが、俺も奴とやり合ったことはないからな。奴は普段東の砦を守ってて、めったに渓谷の西には現れない。一度お相手願いたいと思っているんだが。つまり東の砦に行けば夜明けの騎士と一戦交えることになる可能性もある。でも大体そういうやつって顎割れてるぜ。そういうことだ。最初にマレノア様の書状を持って砦に向かったレバーンも、実にのハンサムキャラ大体顎割れてるからな。ヤスと鉢合ったんじゃねえかって噂されてる。レバーンってやつもリリアの話に出てくるよな。そいつ何者なんだぞ。龍眼光レバーン、この国の外交任務の要だった男の名前だ。レバーンはマレノア様の目であり手足であり夫でもあった。多いな役割。行方知れずになったという使節団を率いていたのはまさか。そう、レバーンだった。パパノア、パパノアじゃねえや、パパ太郎か。やつは貴族だったし、特使としてこれ以上ない男だったからな。すぐに戻ると嫁と卵を残して野原城を飛び立ったっきり。本当にどこをほっつき歩いてるんだか。あいつがいない間、誰が姫と卵の面倒を見なきゃいけなくなると思ってんだ。今回の遠征であいつの行方の手がかりをつかんで姫に持ち帰ってやりたいところなんだがな。嘘でしょ、泣くとこあった今。うるせえ。急に泣き出したんだおめえ。スイッチどこにあったんだよ。これが涙せずにいられるか。残された卵様と姫様とリリア様のお気持ちを考えたらあんまりです。あんまりすぎます。こんな時代だ、よくあることだろ。そのうちひょっこり帰ってくるかもしれねえし、だからそれまで俺は命に代えても姫と卵を守らなきゃならねえ。約束したからな、あいつと。親父殿。おい、だからその親父ってのをやめろ。俺はまだ300歳になったばかりだぞ。逆に言うと妖精族の適齢期はいくつなんだ。あ、申し訳ありません。つい長話が過ぎた。お前たちを見てると昔を思い出していけねえな。俺はもう寝る。
お前らもさっさと寝ろ。おやすみなさい。